こんにちは、アナンダです。ですね、初めてのエリアを探索しようとしたら20センチぐらい足がはまってしまいましたね。危なすぎますね。いやー、さっきはね本当に焦りましたね。今は慎重にね進んで、危ない。ちょっとあれだな、なんか誰も足跡がついてないんだよな。ってことはみんな行きたがらないルートってことなのかな。よし、なんとかぬかるみのねエリアをクリアしてね、あの足がはまらないエリアに来ましたね。今日はね新しいポイントを開拓しようと思って、まあ行ったことのないねエリアに突っ込んでみたんですけど、足がねはまってしまったというわけですね。早速ね掘っていきますけども、ここちょっとあれだな、泥が多いな。あ、これホンビノスだ。おお、出ましたね。やった。はい、ホンビノス貝が取れました。これアサリだな。アサリを発見。アサリが取れました。いいサイズですね。ホンビノス貝が取れました。やったね。お、スコスコのサイズです。お、アサリだ。これもねそこそこサイズですね。あ、これホンビノス貝ですね。またいたな。はい、ホンビノス貝です。ここ今日ね初めて来たポイントなんですけども、ホンビノス貝は結構取れますね。ホンビノス貝が取れました。この場所ではね、まあ、このサイズが標準サイズなんですかね。ホンビノス取れましたけども、まあちょっとちっちゃいかな。リリースですかね。なんかですね、干潟が結構臭いんだよな。で、なんか、あの、いわゆるゆで卵の匂いがするんですよね。なんか硫化水素ってこと？取った貝がね、匂わないかちょっと心配ですよね。ここ、ホンビノスがいました。これ今日一番大きいですね。やりました。これ、ホンビノスですね。なんか今日これくらいの3しか取れないですね。もうちょっと大きいのが取れるといいんですけどね。これ、アサリですね。そこそこサイズのアサリです。まあこういう泥んこの底ではね丁寧に掘っていけばまあ取れると。アサリです。これでっかい。いいですね。大きいです。でっかいホンビノスがいた。いました。やった。これ今日一番大きいですね。なんか、あ、こんなとこにいるんだ。あ、いた。ここにもいる。いた。おお、やった。またホンビノスがいました。このあれかな、あんまり狙われてない？ね、水が。今ね、徐々にね、潮が満ち始めているんですよね。ということで、この、良さそうだなと思って。おっと、ここにもいる。でか。生きて、あ、死んでるか。生きてる？生きてるかな。生きてますね。生きてる、生きてる。やった。めちゃくちゃでかい。あれ？ここ掘られてないのかな？ちょ、いいとこ見つけちゃった？もしかして。ちょっと今ね潮がねどんどんこう自分の方に満ちてきてる状態なんですけども、ここで今はね取れた場所なんですけれども、でさっきこことかでも取れたからちょっと周り掘ってみましょう。やっぱここの砂のところあんまり狙われてないのかな。なんか牡蠣の殻の中をね。私も狙ってたんですが、ここの砂の中結構いるんじゃないの？やっぱ初めての場所はこういうのがあるから面白いですね。これね、ホンビノスですね。やった、取れた。砂の中いるな。いや、絶対柿の殻の中だろうと思っていたんですが、こういうとこにいるのか。出ましたね。帰るか。ここにいました。おお、いるな。ここにでっかいのがいました。うわ、これでかい。本日最大だ。やったー、これでかいですね。8センチぐらい。
きなね、ホンビノス貝が取れました。穴場ですかね、見つけちゃいましたかね。今日来てる干潟、千葉県の干潟なんですけれども、まあ、掘れる場所がね、もう広すぎてですね、どこに何がいるのかをね、把握するのとかが本当に大変なんですよね。まあ、面白いともね、言えるんですけどもね。というわけで、今日私はですね、ホンビノスポイントを見つけちゃったんではないかと、喜んでいるわけですね。いた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 。でかいよ、これも。いいですね。はい、これもまたね、いい方な、ホンビノスです。これもでかい。ああ、いい方ですね。7センチぐらいあるかな。すげえ。これ超でかい。かなりいい方なアサリを見つけましたね。4センチあるんじゃないかな。うん、生きてますね。やった。なんかさっきから穴じゃこの穴があるんですけど、ここの穴じゃこの穴ってめちゃくちゃ型がいいんですよね。穴じゃこのシーズンになったらね、ちょっと取りに行きたいですね。いやいやいや、今日は面白かったな。最初はね、ちょっとカキ殻のね、エリアで掘ってたんですけれども、あまりなんか貝が取れなくて、なんかね、ちょっとね、砂地のエリアをね、掘るようにしたんですよね。砂というか泥というかですね、まあ、ここら辺ですけども。そんで、ここら辺を掘っていたら、もうホンビノスがすごい出てきたんですよね。ホンビノスポイントの開拓にね、成功したと言ってもいいんじゃないかなと思います。数日間ね、貝の砂抜きをしました。こちらがホンビノス貝になります。これが一番でかかった。ホンビノスですかね。かなりの重量感ですね。こちらアサリになります。アサリはですね、これとか結構でかかったんじゃないでしょうか。今からこの貝をね、料理していこうと思います。フライパンに貝を全部入れました。加熱していきます。貝の加熱が終わりました。アサリなんですけれども、これとかこれ結構身が入っていますね。いいんじゃないかな。ホンビノス貝もですね、これなんか結構身が入っていますね。このホンビノス貝ももう身がぎっしり詰まってますね。ただね、身が詰まっているか詰まっていないかはなんか潮干狩りをする場所によってね、結構違うと思うんですよね。ということでね、まあ取ってきて食べてみるしか、まあ確認する方法はないと、まあ、そういうことになってしまうんですけれども、アサリとホンビノス貝なんですけれども、ちょっとね、匂いがしないかどうかね、一つずつ食べて確認したいと思います。どちらも若干の干潟臭さがありますが、まあ共犯へといったところですかね。こちらが分離した殻になります。そしてこちら取った身の方になります。ですね、今からですね、こちらの貝の身の方をですね、甘辛く煮つけていこうと思います。貝の味付けなんですけれども、砂糖ですね、生姜、醤油、この3種類の調味料で味付けをしていきます。さっとね、火を通しました。この状態で1時間ぐらい置いて、貝の方に調味料の味を染み込ませるということにします。じゃあ早速ね、食べていきましょう。こちらがですね、ホンビノスになりますね。で、こっちがアサリってことね。まずはちょっとアサリから食べてみましょうか。いただきます。ちょっと匂いがするなという話を先ほどしましたけれども、生姜を入れたことでもう匂いが完全に感じられないですね。生姜すごいな。じゃあこの大きなホンビノスいっちゃいましょうか。あ、美味しいですね。ホンビノスなんですけれども、1時間ではちょっと味が染み込んでいないですね。ということで、ちょっとね、匂いがね、するようなアサリやね、ホンビノスを取ってしまったときはですね、生姜でね、処理をするとね、いいかもしれません。というわけでね、まあ、今回ホンビノスがね、取れるポイントね、見つけることができて、とても良かったです。まあ、というわけでね、動画の方はね、この辺で終了ということにしたいと思います。いつもね、動画のご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価、コメントなどなどお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。これですね、お茶漬けにしたら美味しいんじゃないかと思うんですよ。さっきの、貝を煮た時の汁と醤油などを入れたらね、美味しくなるんじゃないかな。貝茶漬けということになりますかね。いただきましょう。味がしょっぱすぎる。失敗です。